こんばんは、宮沢です。今日はカントの道徳刑事上学言論の続きのお話をしていきたいと思います。先に告知をさせていただきます。スカイプ読書会というのを行っております。スカイプというですね、ネットの無料電話があるんですね。こちら音声だけでやり取りしますんで、一応ビデオっていうか、ウェブカメラ使ってのやり取りもできるんですけど、皆さん結構スカイプってビデオ通話なんですよねって勘違いされてる方がいるんで、まあビデオ通話ちょっと顔見ながら大変なんで、音声だけの通話もできるんですね。で、こちらをメインに使っております。ですので、特に寝癖がついててもですね、ノーメイクでもスカイプ読書会にはご参加いただけますので、まあもしご興味ある方はお問い合わせください。ホームページの方にダウンロードの仕方とか全部書いてありますんで、知りたい方はスカイプ読書会のサイトを見てください。あとチャンネル登録募集してますんで、右上の銀色のボタンからチャンネル登録お願いします。スマホの方はですね、画面の下の方にですね、チャンネル登録ってボタンありますんで押してください。お願いします。久々にカントの道徳刑事上学言論についてお話しするんで、まあおさらいになりますね。今日お話しするところは今までのおさらいになります。なんでおさらいしながらお話ししていきたいと思います。62ページですね。中央を除いて1行目からですね。上述したところから次のことが明らかになる。すなわち第一に、およそ道徳的概念は、そのすべての起源と所在とを、全くアプリよりに理性の中に持っている。そしてこのことは、極めて普通の人間理性、括弧常識においても、最高度の自然的理性におけると、いささかも異なるところがない。これから5つにわたって、道徳について、今まで説明してきた、ことのおさらいをしてます。一つ目は、道徳的概念というのは理性の中にあるということですね。もうアプリよりに理性の中に備わってると。生まれたばかりの赤ちゃんの中にも理性があると。で、道徳が何かを知ってると、こういう考え方なんですね。で、カントは生まれたばかりの赤ちゃんに理性があるとは言ってないんですけども、これ聖書によると、幼子は神の国に入る資格があるってことをイエスが言ってるんですね。これどういうことかというと、生まれたばかりの赤ちゃんには純粋理性があるんですね。これはそのまま神の国に近いと。ただ、大きく育っていくと理性がですね、なんかどんどん欲望によって変化させられて、人によってはどっか飛んでっちゃうと。そうなるとこの人たちは神の国に行けないと。神の国っていうのは、みんな死んだ後ですね、キリスト教の考え方ですよ。みんな一回死んだ後は18歳ぐらいの姿でこの世に戻ってきて最後の審判を受けると。で、永遠の命を授かるか永遠に死ぬか、どっちかになるんですね。ということですね。まあ、永遠の命を授かる人が神の国に行くってことなんだと思うんですけども、ということになってます。ですんで、生まれたばかりの赤ちゃんでも理性を持ってるっていう考え方なんですね。で、理性を持ってることは極めて普通の人間の常識においても最高度の自然的理性においても同じだっていうことを言ってます。普通の人間が生きてる常識、これは私が何度も言って言ってますけども、常識とは何かっていうのを話を何度か音声でもしてるんですけども、これ言わなくても分かること、常識っていうのは言わなくても分かることが常識なんですね。人に迷惑をかけないとか、そういうことですね。
まあその常識ってものにおいても最高度の自然的理性におけると行き沙汰も異なるとはないと。常識、まあ普通に人間の善悪が何かって考える、まあ抽象度が高い話で言えばですよ、国家の正義とは何かとかですよ、そういうことを考える上でも、普通に人間が生きてて常識としてやっちゃいけないことは何かっていうことを語る上でも、この元になってるのは人間に生まれながらに理性がある。そしてその理性の中に何が道徳的なことがかっていうことは、もともとプログラミングされてると。そういうことを言ってんですね。理性の中にアプリよりに道徳的概念というのはあるってことを言ってんですね。だからもう言葉も喋れない赤ちゃんでもですよ、何がいいことか悪いことか分かってるって言うんですよ。だから、何ですかね、ホラー映画でチャッキーっていうのいますね。チャッキーでしたっけ、なんかナイフかのなんか持って人を殺す子供の人形があるんですけど、ああいうのは理性がないって言うんですよ。道徳善悪は分かってないから。赤ちゃんは別に人を殺したりしませんからね。そういうことですね。まあ、赤ちゃんって嘘もつかないですしね。全く純粋な理性を持ってるってことなんですね。泣いたりわめいたりして親に迷惑をかけるってことはありますけど、知らない他人にすごい迷惑をかけるってことはないわけですね。そういうことですね。だから赤ちゃんは赤ちゃんという存在において常識があるんですよ。親には迷惑かけても赤の他人には迷惑かけないですね。ただその公共の場所に行って電車の中で泣くとか、なんかコンサート会場に連れて行ったら泣くとか、そういうことあるかもしれないですけど、まあ、それは連れて行った親が悪いって話ですからね。家にいて泣いてる限りにおいては親に迷惑かけてる気ですね。他人に迷惑かけてるわけじゃないと。だから理性があるってことですね。そういうことになりますね。62ページの最後の行。第2に道徳的概念は経験的認識から従って、また偶然的な認識から抽象されうるものではない。これも重要ですね。道徳っていうのは経験的に、経験したことから分かるってことじゃないですね。善悪っていうのは何が善で何が悪かって、人が生まれてから勉強していくことじゃないんですよ。なんで第一に、さっき言ったように、道徳的概念というのは理性の中にもともとあるもんなんで、成長していくに従って善悪の区別がついていくっていうことではないってことなんですね。これはすごい誤解されるとなんですけども、生きて学んでいくうちに何が正義で何が悪か分かるとかですね、そういうことじゃないですよ。逆に人間って子供の時正義と悪分かってるんですけど、大人になっていくとそれがどんどん曖昧になっていくんですけどね。僕は自分でそう思いますけどね。小学生の頃あんなに正義感があった自分が、大きくなっていくともうそういうことに関心を持たなくなってくると、世の中が汚いからしょうがないって諦めるようになるっていうことですね。大きくなるにつれて善悪の物分かりが良くなるとか、正義と悪の区別がつくってわけではないんですね。逆に偽善と悪しか分かんなくなっていくと、社会に出れば出るほどそうなっていくと、そういうこと言ってます。63ページ。第3に、道徳的概念がこのように純粋であるということこそ、これらの概念が尊厳を保有するゆえんであり、そこで我々に対する最高の実践的原理となるのである。道徳的概念がこのように純粋であること、まあ理性にもともと組み込まれているということが、人間というものが尊厳を持っているということの理由であるということを言ってます。尊厳の話もしました。尊厳、まあ、フランシス・フクヤマの歴史の終わりって本
の中に書いてあったことを紹介して、中絶が何が悪いかって話をこの前したんですけども、中絶っていうのは女性の尊厳を奪うって言うんですね。それは中絶してしまうことによって母親としての役割を果たせないってことで自分の尊厳を奪われると。で、中絶をしないことによって職場の同僚の男性社員に抜かれてって労働者としての尊厳を奪われると。中絶してもしなくても尊厳が奪われちゃうんですね、人間として。なんでこれ中絶問題って尊厳に関わってるっていう話をしました。ディグニティってやつですね。これ以前にオレゴン州ですね、アメリカのオレゴン州で、その自分のクオリティオブライフですね、人生の充実のために、死ぬ権利があるって、死ぬ権利とは言ってないな、尊厳死を選んだ人がいるんですね。で、尊厳死、デス・オブ・ディグニティって言うんですけど、これディグニティって観念が何に関係してるかというと、怒りに関係してるっていう、そのフランス福山言ってましたね。インディグニション、インディグネーションというのがありまして、これは怒り、憤りっていう意味ですね。尊厳というのは、損なわれると人は怒りを感じるんですね。だから怒りを感じるところに尊厳があるってことなんですよ。ということは、尊厳死を選んだ人はなんで自分で死にたい、尊厳死を選んだかというと、頭の中に腫瘍ができて、余命1年って言われたんですけど、結局その麻薬モルヒネなんかで治療してると自分が自分で亡くなっちゃうって言うんですね。ということはもうそのまだ29歳の方だったんで、若いうちに何度も手術したり、その痛み止めを飲んだりして自然に死ぬまで治療するとなると、もう最後にはその自分の意識もなくなってるし、愛する人たちのことも分かんなくなっちゃうし、まあ脳みその中の病気だったんで、そうなるともう自分の尊厳が守られないってことですね。クオリティオブライフ、人生の充実とも関係ないまま生命だけ、維持されてる状態になってしまうと。それに対して憤りを覚えたんですね、その女性は。そういう自分が許せないから、それであるならば無理やりな延命措置を受ける前に人間としての意識、人間としての尊厳が保たれている状態で死を迎えたいと、薬を飲んで自ら死にたいということなんですね。だからその自分が自分で亡くなっちゃうことにすごい憤りを覚えるから、それが尊厳だと。その尊厳のため に、自殺とは言わないですけど、尊厳死というものを選びますと。致死量の薬物を取って、死を選択するということなんですね。で、そこまでいくと極端な話なんで、我々にピンとこないんですけど、これ尊厳の話を僕、すごい昔に、その強烈に印象に残ってる光景があって、人間が尊厳を失う瞬間になんで怒るかっていうことを見たことがあるんですね。で、これあんまり聞いてていい話じゃないんですけども、まあ聞いてほしいんですけど、まあ僕大学時代、まあ、高田の馬場の駅でですね、ホームレスの人がいたんですね。で、その人がすごい怒ってたんですよ。で、怒ってて、なんかマクド、どっかのあるハンバーガーショップのハンバーガーがそのまま捨てられてたんですね、おそらくですよ。で、それを持ってですね、すごい怒ってたんですね。誰がこんな風に捨てたんだって、食べ物って言ってですね、すげえ怒ってたホームレスの人がいて、その時はなんでこの人怒ってんだろうと思って思ったんですね。でもこれよくよく考えてみると、そのホームレスの人はですよ、そのハンバーガーがまだ食べられるのに食べられるのにもかかわらず捨てられてることに怒ってた
本当は自分で拾って食べたいと思ったんですけど、拾って食べると自分の尊厳が失われるんで、捨てた人に対して怒ってたんじゃないかと今になって思うんですね。ということは、まあ、そういうホームレスに落ちるとき一番辛いのは拾い食いとかするような残飯を漁るようになると。そうすると自分の尊厳っていうのはですね、やっぱり損なわれるわけですね。それに憤りを感じるらしいんですよ。だから それに対して憤りを感じなくなった時に人はホームレスになってしまうと。本当に拾ったものを食べるっていうかですね、まあ物乞いをするとかですね、自分の尊厳がなくなってしまった状態にの人間になってしまうってことですね。それどういうことかっていうのは、ある程度理性を麻痺してない、させてないと、それできないわけですね。ゴミ箱に入ってるものを食べるとかですよ。人に物乞いして、知らない人にお金をもらうとかですよ。それは普通の理性があるとできないんですね。でも、あまりにも生活が苦しいとか、まあ、少々の条件によって、そういう尊厳を自ら、麻痺させて憤りを覚えないような存在まで落ちると、理性を麻痺させると、まあホームレスとかになってしまうっていうことなんですよ。っていうことはですね、まあ尊厳を失ってしまう人間は何でもやるようになっちゃうんですね。盗みもやるし、人殺しももしかしたらやるかもしれないし、極端な場合ですよ。まあ、普通のその路上生活においては食べ物を拾って食べるとかですよ。人に、見知らぬ通行人に物乞いするとかでしょうけども、それがさらに犯罪者っていう形になると、人から盗んだりですよ。人を強盗殺人死するとか犯罪者になるとかですよ。そういう方向まで行ってしまうと、それはもう理性が麻痺してる状態ですね。そこに憤りも覚えなくなるし、それをやったら人間としての尊厳が傷つくってことも、もう曖昧にしてってしまう瞬間が人間にあるんですね。でこうなると道徳的ではありえないってことなんですね、人間って。ということですね。まあ自分の理性がなくなるってことですね。自分で理性的存在者であることを放棄するってことですね。尊厳を失うっていうのは。まあ逆にその人の尊厳を失えば、人が理性的な存在じゃなくなることなんですね。これはまあ、奴隷制っていうのはそういうものだと思いますけどね。その古代ギリシアの奴隷制とかって、その奴隷っていうのは、ギリシア悲劇読んでりゃわかりますけど、一回奴隷になると人間じゃないって扱いなんですよ。じゃあ理性がないものだと動物と一緒に扱われちゃうんですね。だから僕らはよくわかんないから、昔の奴隷制っていうとですね、理性があるまま奴隷になってて気の毒だって思うかもしれないですけど、そのギリシャ悲劇とか読んでる限り奴隷になる、まあ戦争に負けて奴隷なんですけど、奴隷って大体戦争で負けた人たちが奴隷になるんですよ。まあそれはギリシャ時代もローマ時代も同じなんですけど、その人たちはどうなるかっていうと、もう理性がない存在になっちゃうんですね。でだからもう何ですかね、拾い食いをすると見知らぬ他人に物乞いするとかと同じぐらいですね。自分の尊厳に関わる憤りを全く覚えなくなると、そこまで理性の働きが弱まるか、理性がなくなるか、そういう状態に無理やりさせられてしまうと、人間というのは奴隷になってしまうと。で多分まあどうなんでしょうね、まあ、一回奴隷になっちゃう、もう元に戻ることは難しいんでしょうね。理性がまた戻ってくるっていうのは、どういうことなんだか分かんないですけど、一応その、アリストテレスなんかが言ってるのは、もう奴隷になった場合理性がない。これ動物と一緒だっていう言い方するんですよ、アリストテレスという哲学者は。ということなんですね。ただ、その人間がキリスト教とか、まあ、キリスト教が出て以降ですよ。キリスト教っていうのは、その人間は神のもと平等であるってことですよ。奴隷も奴隷状態を抜け出せば理性のある
人間になると神のもとでは平等だって考え方なんで、それが人権思想の走りになってんで、法のもとに平等であるってなってってますけど、だから今まあ奴隷だっていう人はまあ世界にいるんでしょうけど、日本にもまあいるとは思います、奴隷状態の人っていうのは。でもそれはもう何て言うんですかね、尊厳がない人、日本国憲法は一応人間の基本的人権っていうのを尊重してますね。尊厳というものを認めてるんで、人間らしい最低限の文化的な生活ってありますけど、生存権っていうのはあそこで尊厳を保障してるんで、それ以下のことを状態に人間を貶める、この日本の中でですよ、それ以下の人間にしてしまうっていうのは法律で罰せられるようになってるんですね。犯罪ってことになってるんですよ。犯罪ってことになってますけど、実態的に奴隷みたいな人はもしかしたらいるかもしれないですけどね。ということですね。まあだからある意味ホームレスになるってことは、最低限の文化的な生活もしてないんですからね。じゃあ生活保護を受ければいいのにって思うかもしれないですけど、そういうのもできない事情の人がいるんですよ、世の中には。なんでそうなるのかは個別の理由があるでしょうけど、法律で決まってても運用としてはその通りにいかない場合があるんですね。だから尊厳がない人、自分で自分に対して憤ることがない人ってことは、ものが生まれてしまうということになります。でもう一個ちょっとお話ししたいのがですね、ここだけで話したくなっちゃうんですけど、昔読んだ永平寺に入った人の話を読んだことあるんですね。で、永平寺ってのはですね、僕も行ったことあるんですけど、昔、曹洞宗のお寺なんですね。どこにあるんだ、福井かなんかにあるんですけど、でそこで修行すると、まあ曹洞宗のお坊さんになれるんですけど、修行がすごい厳しいんですよ。でそこに行った人の話を読んだんですね。行った人っていうか、僕の母方の家は曹洞宗のお寺なんで、まあ、実際に行った人の話も聞いたことあるんですよ。あの親戚のお坊さん修行に行ったって言ってですね、もうひどいんですよ、本当に。本当に辛い修行らしいんですよ。その、まあ、よく聞くのはその丸太みたいなのが枕になってて、朝起きるときはその丸太が足かなんか叩かれるんですね。でみんなで起きるって言うんですよ。一本の丸太にみんなそれを枕として寝てるんですね。で、あとはそのコップ一杯の水で、顔と頭を洗うとかですね、もう大変なんですね。でだから栄養失調になっちゃうんで、そのもう皮膚を押しても戻ってこないとかですね、フラフラになっちゃうらしいんですよ、入ると。でそこに修行してた人が言ってたのは、やっぱり残飯は漁るようになるってですね、もうお腹が空きすぎて、だってご飯と、まあ、味噌汁みたいなものとたくあんしか食事に出ないんですね。だからもうお腹が空いて空いて、もうとにかく飢えるんですって。でそれで、炊事当番とかもあるんで、そうなると残飯が出るんですね。そうするとそれをむさぼり食べてしまう瞬間があると。そんな時に人間の尊厳がなくなっちゃうってですね、今までそんな堅気の生活してる時はですよ、そこら辺のその三角コーナーに捨てられてるもんなんか食べないんですけど、もうそういう修行の状態になるともうお腹が空きすぎて理性がなくなっちゃうらしいんですよ。もうお腹が空いてるってことにしかフォーカスしないと。そうなるとその食べ残しをですね、お寺の食べ残しに手を出してしまうってですね、その時にそれをやめられない自分がすごい切なかったって言うんですね。だからもう仏教の修行、まあ、その禅宗の修行ってもんもある程度人間の尊厳との戦いになってくるんですね。でそのものを修行によって何て言うんですかね、鍛え上げていく部分もあるし、壊していく部分もあると思うんですけど、ある程度の理性を破壊していくんですね。でそのしゃばっ気を抜くっていうんじゃないですけど、
自分が自分で亡くなるところまで追い詰めて修行させるってことですね。肉体的な苦痛で自分の限界まで追い込むわけですね。でそれはもう自分の尊厳にかかってくる。まあお腹が空いてるっていうのは自分の尊厳にかかってきますし、その残り物に手を出すとかですよ、人の残したもの残飯を食べる、漁るようになるっていうのは人間の尊厳を破壊するとこはあると思うんですけど、それがもう修行の一環に組み込んでるっていうんですよ。だからすごいんですけど、だからすごいっていうのかな。まあだから逆にシャバに戻ってきてお坊さんになってそのままいらんないですよね。逆に修行に行ったことによって欲が深まることもあるような気がするんですけどね。ずっと永平寺にいりゃいいのにって思うんですけどね。まあその自分のお寺に帰ってきて住職になんなきゃいけない、大体人によって1年以上なんですよ。大学出てないと4年行くっていうことらしいんで、高卒で行くと4年行くらしいんですけど、大卒だと1年とかですね、なんですね。まあ YouTube にたくさん永平寺の修行の動画ありますから見てもらえばいいですけど、永平寺って入れてみりゃ有名な人の、昔 NHK の新世なんですか、なんか特番かなんかでやってるやつ流れてますからね、見てもらえばいいんですけど、まあそれ余談ですけど、まあその尊厳というものはですね、深く関わってるんですね、理性とということです。で先ほどの63ページの、もう一回読み上げますね。1行目。第3に、道徳的概念がこのように純粋であるということこそ、これらの概念が尊厳を保有するゆえんであり、そこで我々に対する最高の実践的原理となるのであると。人間、道徳的概念というのは理性がアプリよりに持ってるものだと。だから純粋なんですね。赤ちゃんでも持ってるほど純粋だと。だからそれが人間の尊厳の尊厳を保有するゆえになるって言うんですね。純粋であるからこそそれが汚されると憤りを覚えるってことですね。白い、純白のシャツなりブラウスなり着てる人がカレーうどんかなんか食ってて汚れれば怒るじゃないですか。カレーのシミがついたって言って。それと一緒で理性も真っ白な時はいいんですけど、汚れていくと尊厳が汚されたような感じなんですね。ただあんまりシミがいっぱいついちゃってもう基盤できちゃえばどうでもよくなっちゃうのと一緒で、理性も、社会経験を積むに従って薄い汚れていくんですね。そうなるともう尊厳もなくなってきちゃうわけですね。でそれが行き着くとこまで行き着くと、ゴミ箱にあったものを食べるようになったり、見知らぬ他人からお金借りようとしたりってなるわけですね。ですけどもその純粋である理性を守る、そのままに保つ、道徳をそのまま純粋であるように保つっていうことは実践的な原理になるってことですね。自分自身に対する最高の実践的原理になると。自分の理性っていうものを守ると、理性の命じてくるものを義務として守ると、それは自分自身がやるかやらないかの問題ですね。自分自身がやらないとなると理性が薄く汚れていくだけなんですよ。黄ばんでくるだけで、やってればで真っ白で純白なままで理性が保てると。道徳的概念ってそういうもんだってことですね。カレーうどん食べる前の白いシャツだと思ってもらえばいいんですかね。そこの例えがどうかって話ですけど、2行目。第4に、我々がこれらの概念に経験的なものを付加にするにつれ、その純粋な影響力と行為の無限の価値とはそれだけ減損される。道徳的概念に経験的なものを付加するにつれて、影響力と無限の価値は減損されるってことですね。だから純粋理性っていうのは赤ちゃんでも持ってる真っ白な、シャツみたいなものだと。
綺麗なもんなんですけども、それを経験的なものを付加するにつれ、時間が経つにつれ黄ばんでくるってことですね。古くなって、古くなってっていうか、その薄汚れていくんですよ。勝手な解釈で理性をねじ曲げてくるんで、欲望によってまず汚れるっていうのもありますけど、何回も話しますけど、電車の中で立ってるとしますね。後から入って来たおじいさんおばあさんが座れるように立ってるようにしようと思って自分の義務としてやってた人が、ある日もう腰も痛いから座ろうって言って、で座る代わりにおじいさんおばあさん来たら、席譲ろうと思って一度座ってしまうと。一度座ってしまったら、おじいさんかおばあさんかよくわかんない人が来たので、おじいさんとおばあさんかもしれないと思って譲らなくなると。そのうち面倒臭くなって、もう固く目を閉じてですね、もう誰が来ても譲らなくなると。こういうふうに道徳的概念ってどんどん薄汚れていくんですね。自分のいいように解釈変えていってですね、その純粋な影響力も無限の価値もどんどん自分で損なっていくっていうんですね。だから経験的なものを深いにするにつれ、まあ、手前勝手なルールを変更するにつれてですね、道徳的概念っていうのは薄汚れていくってことですね。このこと言ってます。第5に、純粋理性から得られたところの道徳的概念と道徳的法則とを純粋無雑な形で提示するばかりでなく、さらにまた実践的でありながら、しかも純粋な理性認識の全範囲、すなわち純粋実践理性の全能力を規定するのは、自然だけをこととする理論的見地において極めて必要であることは言うまでもないが、しかしまたこのことは実践的にも非常に重要である。理性ってものが純粋にもう無垢な真っ白な赤ちゃんのような形で、赤ちゃんにもある理性ってものを提示するのは、これはとっても重要なことだと。で、そういう赤ちゃんみたいな真っ白な理性を、それが具体的にどういうものか、理論的に説明していくことですね。これは非常に重要なことだって言ってるんですね。で、全くその道徳的概念を持つ理性ってものを理論的に哲学的に説明するってことが、カントは非常に重要なことだと思ってたん、思ってるんですけど、これ説明するのが難しいからすごい回りくどい哲学的な言い方なんですけども、そういう形で説明しないとそれを実践することも難しいって言うんですね。だから世の中の善悪ってすごい簡単な形で、そのモーゼの十戒じゃないですけど、盗むなとか、犯すなとかですね、父と母を病えとかですね、偽証するなとかいう形で善悪を言うことはできるんですけども、それだけじゃ不十分なんですね。時にそれを守っても善悪に判断にならない時があるんですね。だから実践しがたい時があるんですね。だから本当に善悪って何なのかって、道徳的価値って何なのかってことをちゃんと哲学的に理論付けないと、現代の社会ってのは複雑ですからね。そのモーゼが生きてた頃の砂漠の中での話じゃないんで、盗むんだとか偽証するなとかで道徳的価値が保てるわけじゃないですね。我々が住んでる中、あの社会っていうのはモーゼがいた頃と違うわけですよ。国家があって、その社会があって、家庭があって、義務教育があって、職場があってとか、人間関係も複雑なんで、その中だけでモーゼの十戒みたいなのも守れてて、で実際生活は合わないわけですね。ってことはもっと抽象的に
道徳的概念を定義づけていかないと、実践もできないと。電車の中で席を譲ることが道徳的だって話になっちゃうんですね。でも実際は電車の中で立ってることの方がさらに道徳的だって。この話から分かるように、抽象度を上げて道徳について考えていかないと、公共の場でどういうふうに振る舞うかも分かんないですよ。モーゼの10回の中には電車の中でどう振る舞うかなんて書いてないですからね。10回の中に入ってないですから、そこから説明するのは難しいんですねってことですね。ただ今イスラム教徒の人たちは未だにコーランから善悪を導き出してますけどね。そういうことをやる人は律法学者っていう人たちですけどね。だから資本主義とか民主主義に合わないんですね、イスラム教の考え方っていうのが。それはだから対立するんですよ。イスラム教徒の善悪の考え方って資本主義とか民主主義の善悪と違いますからね。そういうことですね。で、8行目、詩弁哲学は道徳の原理を人間理性の特殊な性質に依属させることにをよく許容するばかりでなく、時にはこれを必要とさえ認めているが、しかし我々のやり方はこれと異なり、道徳的法則が理性的存在者一般に例外なく打倒すべきであるという建前から、これらの法則を理性的存在者一般という普遍的概念から到来するのである。カントの道徳哲学っていうのは、まあ道徳形而上学ですね。というのは理性的存在者、みんなに理性があるっていうことを前提とした哲学だって、これ何回も言ってるんですけど、理性のない人のことは話してないんですよ。じゃあ理性がない人ってどういう人かって、動物みたいな人ですね。拾い食いしても尊厳が傷つかないとかですよ。人から金借りても平気で返さないとか、借金踏み倒すとか、そういう人世の中にいっぱいいるんですけど、こういう人はもう道徳形而上学の対象外なんですね。理性がない人だってことなんですよ。理性的存在者一般じゃないっていうことですよ。その人たちは同じ人間であるかもしれないけど、対象外だと。対象外にしたは上で道徳法則を導き出すっていうのが道徳形而上学なんですね。そのことを言ってますね。だから人間のパーソナリティとは関係ないですね。この人はこういう性格だから道徳的だとかじゃないですよ。優しいから道徳的だとか、おかしな話で、優しいから道徳的だと、心が広いから道徳的だとかですね、人がいいから道徳的だとは言いますけど、いくら人が良くて優しくても、拾い食い平気でする人は、俺は道徳形而上学の対象外になっちゃうんですね。だって拾い食いするって理性がないってことなんで、それは究極的に言えば犬とか猫に理性があるのかって話なんですよね。ないんですよ。犬とか猫は道徳の対象外ですよ。犬とか猫に善悪なんかないですから。犬とか猫まで道徳、ただ犬の善悪を語り出したらですよ、それは道徳でも何でもないんですよ。だから理性的存在者ではない人って犬とか猫と一緒みたいな人ってことですよ。犬とか猫は拾い食いしますからね。まあしつければしないですけど、お腹が減ってるはすると思いますよ。それと一緒ですね。まあ犬とか猫を見てれば人間がやらないことをやってるんで、それは理性がないってことですよ。でそれと一緒で、普通の人がやらないことをやる人っているんですよ。その人たちまで入れて道徳考えると、道徳ってめちゃくちゃになっちゃうんで、その人たちは外しますよって形で、道徳哲学形而上学を考える、これがカントの哲学だということです。続きですね、63ページの後ろから5行目、こういう次第でおよそ道徳哲学を人間に適用するには人間学を必要とするが、
しかし我々はまず第一に道徳哲学を人間学から独立させ、これを純粋哲学すなわち形而上学として余すところなく論述する。このことは経験から全く分離された、この種の認識においては十分に可能である。もちろん私はこの場合に次のことをよく承知している。すなわち純粋哲学としての道徳形而上学を持たないと、およそ義務にかなう一切の事柄について義務という道徳的要素を自然的判定に対して正確に規定することは全く無駄骨折りであるというのではない。しかしこの形而上学を所有していないと、ごく普通の実践的使用理性の年においてすら、さらにまたとりわけ道徳教育において道徳をその純正な原理の上に確立することも、またこれによって純粋な道徳心、道徳的真意を生じしめ、世界において可能な最高善を促進するためのかかる真意を深く人心に植え付けることもできないであろう。これさっきも言ってることと一緒ですね。道徳哲学は人間に適応するには人間学を必要とすると、道徳哲学が人間に当てはまるってことを考えるとき、まず人間に関して研究しなきゃいけないと人間学が必要になるってことですね。で、それにあたっては道徳哲学が当てはまる人間って何なのかってことを考えなきゃいけないと、道徳哲学を人間学から独立させなきゃいけないと。で、そうするために形而上学、理性的存在者一般っていうものだけを相手にする形而上学として道徳を考えなきゃいけないってことを言ってるんですね。で、そういう道徳形而上学を考えないと義務っていうことについて考えることができないって言うんですね。理性がなきゃ義務もないんですよ。犬猫に義務なんてないですね。犬猫のペットの犬猫の義務感なんてないですよ。日向でダラダラ寝てるだけでこたつで丸くなってるだけなんですよ。何もしないですよ。ほっときゃ餌食って一日中寝てますよ。何も義務もないんです。じゃあ理性がないから義務もないんですけど、で、理性があるってこと、理性がある人間っていうものを前提としないと道徳的要素を正確に規定することは無駄骨折りになってしまうって言ってます。そうなるとですね、道徳的に行為ってものはなんだか分かんなくなっちゃうって言うんですね。道徳的行為がなんだか分かんなくなると道徳教育もできないって言うんですよ。人に優しくしましょうとか、親切にしましょうとかですね、そんなことを教えてもしょうがないんですね。人に親切にしてても、犬や猫が飼い主に甘えるのと同じ意味で優しいとか親切だって言ってんじゃおかしな話なんで、道徳的行為っていうのは誰も見てなくてもやるもんですからね。この世に自分しかいなくたってやることなんですよ、道徳的な行為っていうのは。で、そういうことだってことを道徳教育で教えなきゃいけないですね。人に優しいけど物を盗む人とか道徳的じゃないですからね、全然。人に優しいけど拾い食いしちゃう人とかも、これ理性がないから道徳でもないし義務感もないですから、犬とか猫と一緒ですからね。そういうことになっちゃいますね。だから純粋な道徳的真意を生じさせ、最高善を促進するための人間というのを考えるために、まあ、道徳的価値が何であるかということを人間にですね教えるためには、まず理性のある人間というものが何なのかを考えなきゃいけないと。それを考えた上で道徳の法則について考えるのが道徳形而上学だということをおさらいしています、ということでした。まあ、今日はここまでにします。最後まで聞いてくれてありがとうございました。よければグッドボタンを押していただければと思います。ありがとうございました。